カート・ボネガット、カート・ボネガット、カート・バナガット、1922年11月11日から2007年4月11日は、アメリカの小説家、エッセイスト、劇作家、1976年の作品、スラップスティックより、以前の作品は、カート・ボネガット・ジュニア、カート・バナガット・ジュニアの名で出版されていた。人類に対する絶望と皮肉と愛情を、 シニカルかつユーモラスな筆致で描き人気を博した。現代アメリカ文学を代表する作家の一人とみなされている。代表作には、タイタンの幼女、猫のゆりかご、1963年、スローターハウスご、1969年、チャンピオンたちの朝食、1973年などがある。ヒューマニストとして知られており、の名誉会長も務めたことがある。 20世紀アメリカ人作家の中で最も広く影響を与えた人物とされている。ボネガットは1922年にインディアナ州インディアナポリスでドイツ系移民の家庭に生まれた。彼の誕生日は第一次世界大戦の3年目の休戦記念日である。ボネガットはこのことを誇りとしており、後に祭日の名称が福音軍人の日に変更されたことについて、 チャンピオンたちの朝食の中で批判的に取り上げている。父カート・ボネガットシニアと祖父は共に MIT 出身でというインディアナポリスの建設会社で建築士を務めていた。ソソフはという会社を起業した人物である。1940年にコーネル大学に入学し、生科学を学ぶ一方で学内史のコーネル・デイリーさんの副編集長も務めた。コネル大学では 父と同じフラタニティであるに属していた。コーネル大学在学中にアメリカ陸軍に帳簿される。陸軍はボネガットをカーネギー工科大学とテネシー大学に転校させ、機械工学を学ばせた。1944年の母の日に母のエディスが睡眠薬を過剰摂取し自殺した。生活の困窮や息子のドイツ戦線配属を苦にしたものとされている。 カート・ボネガットが兵士及び捕虜として戦争で経験したことは、後の作品に深い影響を与えている。1944年、アメリカ合衆国第106不評師団第423普通科連隊の兵卒として第二次世界大戦を終戦線に参加し、バルジの戦いでコートニー・ホチス率いる第1軍から第106不評師団が分断され、 取り残された12月19日に捕虜となった。味方のアメリカ軍とは、はぐれてしまった。我々はその場で戦うことを余儀なくされた。しかし銃剣は戦車には、立ち打ちできない。ドレスデンに連れて行かれたボネガットは、ドイツ語が少しできるということで捕虜のリーダーの一人に、選ばれた。ドイツ軍主衛に、ロシア、軍がやってきたら、やってやろうと思っていることを話したことで打ち据えられ。 リーダーの地位も剥奪された。捕虜として1945年2月の同盟軍、英米の空爆部隊によるドレスデン爆撃を経験した。芸術品と謳われたドレスデン死は壊滅した。ボネガットを含むアメリカ人捕虜の一団は、ドイツ軍が旧ゴシラへの捕虜収容所に使用した、土地区上の地下の肉貯蔵室で爆撃を生き延びた。ドイツ人はその建物を、 シュラクトホフ FNF、スローターハウス後、第五都築城と呼んでいたため、捕虜たちが収容所をその名で呼ぶようになっていた。ボネガットは、その爆撃の結果を、完全な破壊であり、測りがたい大虐悪だと言っている。この経験が有名な長編、スローターハウス後に反映されており、少なくとも、他の六冊の本の主要なテーマとなっている。スローターハウス後で彼は、 ドレスデン市街の残骸を月面に似ていたと回想し、ドイツ市民の生き残りが捕虜たちを罵り石を投げる中、死体をまとめて埋葬するために集める仕事をさせられたことを記している。ボネガットは、さらに、結局、埋葬するには死体が多すぎた。ドイツ軍は火炎放射器を持った部隊を送り込み、ドイツ市民の死体をすべて灰になるまで燃やしたと記している。 1945年5月、ボネガットは、ザクセン州とチェコスロバキアの境界線で赤軍によって、創刊された。アメリカに戻ると、パープルハート賞を授与された。これについて彼は、滑稽なほど取るに足りない損傷についての勲章だとしていたが、後に、タイムクエークの中で、保虜時代の刀匠に対して授与されたものだと明かしている。 1945年に除退すると幼馴染みのジェーン・マリー・コックスと結婚。ボネガットはシカゴ大学大学院で人類学を学び、同時にで働いた。これは当時もしあったシカゴの地方紙に記事を提供する友軍のようなものだった。バゴンボの鍵タバコ入れによれば彼の論文テーマ、キュビスムハカと19世紀末ネイティブアメリカンボーの リーダーたちとの類似点を論じるものは学術的でないという理由で大学側に拒絶されたという。1947年、彼はシカゴからニューヨーク州スケネクタギに移り、ゼネラルエレクトリックの広報で働くようになった兄が開発部門で働いていた。その頃ボネガットはスケネクタギとは川を挟んだ対岸の町に住み、数年間はボランティアの消防団員として、 熱心に活動した。当時彼が住んでいたアパートには、今も彼が小説を書くのに使っていた机があり、彼が自分で名前を彫った跡が残っている。そこで、スローターハウス語を書き始めたと言われている。なお、シカゴ大学は後に小説、猫のゆりかごの人類学的記述をボネガットの論文として受理し、1971年に終始号を授与した。 1950年に作家デビューを果たし、広告業などの職業に就きながら作品を発表してゆく。1951年にマサチューセッツ州ケープコットに今日移し、サーブのアメリカ初の販売店の店長を務めた。1952年には初の長編となるプレイヤーピアノが刊行。1950年代中頃、ボネガットは短期間だけ。 スポーツイラストレーテッド氏編集部で働き、柵を飛び越えて逃走しようとした競争場についての記事を書くよう指示された。午前中ずっとタイプライターに挟まった真っ白な髪を見つめた後、彼は馬は今々しいフェンスを飛び越えたとだけタイプし、編集部を去った。作家として評価されず、執筆をやめてしまおうとする寸前の1965年、ボネガットは、 アイオワ大学のでの講師の職を得た。彼の講義を受講した学生の中には、ジョン・アービングなどがいた。講師を務めている間に、猫のゆりかごがベストセラーとなり、20世紀アメリカ文学の最高傑作の一つとされているスローターハウス号を完成させた。反体制の若者たちの間で熱狂的に支持されるようになると、1966年には絶版となっていた。 全作品がペーパーバックで再販された。スローターハウス後はタイム誌やモダンライブラリーのベスト100に選ばれている。2007年4月11日にニューヨークにて死去。当初、作者名として本名のカート・ボネガット・ジュニアを使っていたが、1976年のスラップスティックからジュニアを取って単にカート・ボネガットとするようになった。 兄のバーナード・ボネガットは、大気科学者で、洋鍵を用いた人工降雨法を開発した。第二次世界大戦から戻った直後に、幼馴染のジェン・マリー・コックスと結婚した。プロポーズの行きつは何度か短編に書いている。1970年に別居したが、正式に離婚したのは1979年のことで、ある。 マハリシマヘッシュ予に傾倒していた妻と革新的、無神論者であるボネガットの間の宗教上の不一致が原因とされている。ただし、別居直後に後に結婚することになる写真家、児童文学者のジル・クレメンツと同棲し始めた。クレメンツとの結婚は、前妻との離婚が成立して、後のことである。彼の7人の子供のうち、3人は、ジェーン・マリーとの子で、 ガンで創生した姉の三人の子を養子にし、さらに、クレメンツの連れ子一人を養子とした。そのうちボネガットの唯一の実施の男子であるマーク、ボネガットは小児科回となった。マークは自身が1960年代に経験した統合失調症からの回復の記録であるエデン特級ヒッピー東京の記録を記した。マークの名はボネガットが アメリカの成人だと考えていたマーク・トウェインから取った。娘のエディスの名は、ボネガットの母から取ったもので、彼女は後に画家になった。その妹のナネットの名は、ボネガットの父方の祖母の名を取ったもので、彼女は、スコット・プライヤーという画家と結婚し、何度かモデルを務めている。姉の子三人を引き取ったのは、姉の夫が1958年9月に、列車事故で亡くなり、 姉自身もその二日後にガンで亡くなったためである。その経緯はスラップスティックに描かれている。1999年11月11日、小惑星にボネガットの名が付けられた。2001年1月31日、自宅の一部が火事になり、ボネガットは煙を吸い込んで一時危険な状態となり、4日間入院した。命に別状はなかったが、 蔵書が失われた。退院後は、マサチューセッツ州のザンプトンで療養した。ボネガットは、フィルターのないポールモールを好んで吸っていた。これについて自ら、高級な自殺方法だと語っていた。2007年、マンハッタンの自宅で転落して脳に損傷を負い、その数週間後の4月11日に死去。1950年に、短編、バーンハウス効果に関する、 報告書で SF 作家としてデビューした。諸女長編はディストピア小説プレイヤーピアノ1952で人間の労働者が機械に置き換えられていく様を描いている。その後短編を書き続け1959年に第二長編タイタンの幼女を出版。1960年代には徐々に作風が変化していった。猫のゆりかごは 比較的普通の構造だが、半ば自伝的なスローターハウス5では、タイムトラベルをプロット構築の道具として実験的手法を採用している。この作品から、チャンピオンたちの朝食以降の後期作に受け継がれていく、特徴的なスタイル、架空の人物の自伝的形態をとる、前書きを持つ、イラストの多様、印象的な相話を貫けるが、全面的に展開された。 ベストセラーとなったチャンピオンたちの朝食1973では作者本人がデウス・エクス・マキナとして登場する。また、ボネガット作品に繰り返し登場する人物たちも出てくる。特に SF 作家キルゴア・アトラウトが主役級で登場し他の登場人物たちとやりとりする。ボネガットの作品には事前家エリオット・ローズウォーター ナチ宣インハワード・ W キャンベル・ジュニア、ラムファード一族、トラルファ・マドール聖人などの架空の小有名が、複数の作品またがって登場する。中でもスター・ジョンをモデルに造形されたと言われる、SF 作家・キルゴア・トラウトは、カート自身の分身とも言われ、ローズ・ウォーターさん、あなたに、神のお恵みをで、初登場して、以来、長編では、おなじみの人物であり、タイム・クエークでは、 主役として活躍する。モンキーハウスへようこそ、以降、短編を表していないボネガットが、トラウトの小説のあらすじという形で短編のアイデアを披露している。ボネガットはキルゴア・トラウトの名を借りて、個人的意見を作品内で表明することが多い。また、SF 作家フィリップ・ホセ・ファーマーは、キルゴア・トラウト名義で、貝殻の上のビーナス。 ヴィーナス・オン・ザ・ハーフ・シェル1975年を発表し話題となった。発表当時、これをボネガットの作品と誤解する読者が多く、後に作者が明らかにされるとボネガットは不快感を表明した。ボネガットはファーマーに執筆の許可を与えていたのだが、予想を超えた騒ぎに怒りを表明し、さらなるトラウト作品の観光を拒否した。 ボネガットは1984年に自殺未遂しており、後にいくつかのエッセイでそのことについて書いている。登場人物以外にも頻繁に登場するテーマ、またはアイデアがある。例えば、猫のゆりかごのアイスナインである。ボネガット本人は SF 作家とレッテル付けされるのを嫌ったが、一方で現代の作家が科学技術に無知であることは、 おかしいと主張しほとんどの作品で SF 的なアイデアが使用されている。それでも SF というジャンルの壁を越えて幅広く読まれたのは単に反権威主義的だったからだけではない。例えば短編ハリスンバージ論・ジロンは平等主義のような精神が行すぎた権力と結びいた時どれほど恐ろしい抑圧を生むかを鮮やかに描いて見せている。1997年の タイムクエーク出版に際して、ボネガットは、同書が最後の小説になると発表し、以降は、エッセイやイラストの発表、講演等を中心に活動した。2005年にはエッセイをまとめた、国のない男を出版し、文筆業そのものからの引退を表明した。死の直後に出版されたエッセイ集、追憶のハルマゲドンには、 未発表の短編小説や第二次世界大戦中に家族宛に書いた手紙などが含まれている。また、ボネガット本人の描いた絵や死の直前に書いたスピーチ原稿も含まれている。序文は息子のマーク・ボネガットが書いている。ボネガットはハーバード大学で英文学の講師を務めたことがあり、ニューヨーク市立大学シティカレッジでも一時期教授を務めていた。 日本においては1960年代後半から朝倉久市、伊藤の夫等によって精力的に紹介されていた。1980年代になり、日本でも主要な作品の多くが和田誠のカバーイラストと共に、早川文庫 SF、早川書より刊行された。1984年には国際ペン大会にロブ、イコールグリエ、バキン等と共に、 ゲストとして来日し、大江健三郎とも会談している。ボネガットから影響を受けた日本人作家としては、第一作の風の歌を聴けでボネガットのスタイルを模写した村上春樹や高橋源一郎、橋本治等がいる。爆笑問題の大田光は熱心なファンとして知られ、彼らが設立した所属事務所、タイタンの名称は、タイタンの幼女と大田の 別読みをかけて付けられたものである。ボネガットは初期の社会主義労働者リーダーに強く影響を受けており、特にインディアナ州のという人 V デブスは作品内でも頻繁に言及している。登場人物にもデブスの名を付けたり、ホーカスポーカスやデッドアイディック、ロシアのレフトロツキーの名を付けたり、ガラパゴスしている。ボネガットはアメリカ自由人権協会の会員でもあった。 ボネガットは倫理問題や政治問題を扱うことが多かったが、具体的な政治家について言及するようになったのは、小説執筆から引退してからのことである。ジェイルバードの主人公、ウォルター・スターバックが囚人となったのは、リチャード・ニクソンのウォーター・ゲート事件が原因だが、物語の中心はそこではない。では、論争の的となった自殺ほ助者、ジャック・ケボーキアンに言及している。 死のコラムでは、ブッシュ政権とイラク戦争について、痛烈な批判を展開した。我々のリーダーが、権力に溺れたチンパンジーだと言ったら、私は、中東で戦い、死んでいっている兵士たちの式台なしに、することになるだろうかとボネガットは書いている。彼らの式は、多数の死体と共にすでにバラバラになっている。彼らはまるで金持ちの子が、 クリスマスに与えられたおもちゃのように扱われており、それは私が兵士だった時とは全く異なるでは。ボネガットの言葉として、ヒトラーとブッシュの唯一の意は、ヒトラーが選挙で選ばれたという点だと引用している。2003年のインタビューで、ボネガットは、我が国のためには、火星人やボディスナッチャーに侵略されて戦った方がマシだった、思う。時々、 本当にそうだったらよかったのにと思う。しかし現実に起こったのは、極めて軽薄で低級な、キーストン・コップスのようなクーデター劇だった。そして今、連邦政府を牛耳っているのは、歴史も地理もわからないお坊ちゃん学生と、それほど、閉鎖的でもない、キリスト教徒と呼ばれる、白人史上主義者と、怖がりの精神病質者すなわち、PP、サイカパスックパーソナリティーズだと述べている。 2003年のインタビュー冒頭で調子を尋ねられると、彼は、高齢であることに夢中で、アメリカ人であることに夢中だ。それは、それとして、OK だと答えた。国のない男で彼は、ジョージ・ W ・ブッシュは、彼の周囲に、歴史も地理も全く知らないお坊ちゃんが癖を集めたと、書いていた。彼は2004年の大統領選挙については全く、楽観していなかった。 ブッシュとジョン・ケリーについて彼は、どちらが勝ってもスカルボーンズの大統領になることに変わりはない。我々が土壌や水や大気を汚染してきたせいで、あらゆる脊椎動物が頭蓋骨、スカルと骨、ボーンズだけになろうって時にだと述べている。2005年、ボネガットはオーストラリアン氏によるデイビッド・ネイスンのインタビューを受けた。その中で最近のテロリストについて、 意見を求められ、とても勇敢な人たちだと思うと答えた。さらに聞かれるとボネガットは、彼ら、自爆ティロハンは、自尊心のために死ぬ。自尊心を誰かから奪うというのはひどいことだ。それは、あなたの文化や、民族やすべてを否定されるようなものだ。信じる者のために死ぬことは完備で立派なことだと、答えた。最後の文は、ホラテウスの金言ドル星ディコラミストプロパトリア森。 お国のために死ぬのは甘美で適切だをもじったもので、ウィリフレット応援のにおける皮肉な引用が出典とも考えられる。ネイスンは、ボネガットのコメントに腹を立て、生きる希望をなくし、テロリストを面白がっている老人だと決めつけた。ボネガットの息子マークはこの記事に対する反論をボストングローブ紙書いた。すなわち父の挑発的な姿勢の背後にある理由を説明し、 全く無防備な83歳の英語圏の人物が、公の場で思っていることをそのまま言うと誤解し、見くびるような解説者は、敵が何を考えているかも理解できていないのでは、ないかと、心配すべきだと記した。2006年のローリングストーン氏のインタビュー記事には、彼、ボネガットが、イラク戦争のすべてを軽蔑することは驚くべき、ことではない。2500人を超えるアメリカ兵が、 彼が不要な衝突と考えている状況の中で殺されているという事実は彼を鳴らせる。正直なところ、ニクソンが大統領なら良かったとボネガットは嘆く。ブッシュはあまりにも無知だとある。ボネガットは常に反対性の立場だったが、アーティストが変化をもたらす力についても悲観的だった。ベトナム戦争の時と2003年のあるインタビューで彼は言っている。 この国の全てのまともなアーティストは戦争に反対だった。それはレーザービームのように一致し、みんな同じ方向を向いていた。しかしその力は6フィートの高さの脚立からカスタードパイを落とした程度だった。ボネガットは従来の宗教的信仰に懐疑的だったドイツ自由思想の家系の出身である。祖,祖父のクレメンス・ボネガットは インストラクション・イン・モリルズと題した自由思想の本を書いたことがあり、自身の葬式については、神の存在を否定し、死後の生を否定し、キリスト教の罪と救済の教義を否定した言葉を言い残していた。カート・ボネガットは、パームサンデーの中で、祖祖父の葬儀についての言葉を再現し、自由思想が先祖代々の宗教だとしているが、どうしてそれが自分に受け継がれたのかは謎だとしてた。 ボネガットは自身を会議論者、自由思想家、ヒューマニスト、偶教徒、不価値論者、無心論者などと様々に言い表している。超自然的なものは信じず、宗教の教義をあまりにも独断的で明白に発明されたたわごとだと考えており、人々が入信するのは寂しさが原因だと信じている。ボネガットは 自由思想の現代版がヒューマニズムだとみなしており、作品や発言やインタビューでことあるごとに、ヒューマニズムへの支持を表明している。の、インターナショナルアカデミー・オブ・ヒューマニズムに、名誉ヒューマニストとして参加していた。1992年にはにより、ヒューマニスト・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。友人のアイザック・アシモフから、アメリカン・ヒューマニスト・アソシエーション、AHA の名誉会長の座を引き継ぎ、 亡くなるまで、それを務めた。a HA 会員への手紙で、ボネガットは、私はヒューマニストであり、それは、ある意味で、死後の正月を予想することなく上品に振る舞おうとする、ことでもあると書いている。ボネガットは一時期ユニテリアン主義の一派、ユニテリアン・ユニバーサリズムに入信していた。パームサンデーには、ボネガットが、マサチューセッツ州ケンブリッジのファーストパリッシュユニテリアン、 チャーチで行った説教、アメリカ合衆国にユニテリアン主義をもたらしたに関するものが収録されている。1986年、ボネガットはニューヨーク州ロチェスターでユニテリアン・ユニバーサリズムの集会で講演し、その原稿が死よりも悪い運命に収録された。同書にはニューヨーク州バッファローで行ったミサ曲も収録されている。ボネガットによれば、二度の対戦の間に、 アメリカ合衆国で自由思想や他のドイツ人の宗教的教信の人気が名なった時、彼の自由思想の一族の多くがユニテリアンに回収したという。ボネガットの両親はユニテリアン式の結婚をしており、彼の息子も一時期ユニテリアンの聖職者だったことがある。ボネガットの宗教観は単純なものではない。イエス・キリストの神聖を拒絶するにもかかわらず、 イエスの祝福が彼のヒューマニズムの根本にあると信じている。彼は自分を不価値論者、または無神論者だとしているが、同時に神についてよく語っている。先祖代々の宗教が自由思想、ヒューマニズム、不価値論だと説明し、ユニテリアン信者であるにもかかわらず、自身を無宗教だとも言っている。による、プレスリリースでは彼を完全な俗人だとしていた。 長編小説は全て翻訳されたがそのうちいくつかは現在絶版となっている。いずれも初期の短編を収録している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。